ストライクショット。こんにちは、エクストライクの中野サーバーチャット、ベビカキです。はい、お待ちかね。おっ、じゃーん。FF コラボ、ガチャキャラ、クラウド、そしてパンを使っていこうと思います。はい、使いましょう。楽しみ。上手ちゃん。いやもう剣が折れそう。ちょっと剣はね、イカみたいになっちゃったんですけど。こんな感じ、クラウドちゃん、はい、クラウドちゃんがレア5、6で、バンちゃんが、レア4、5のキャラになります。使いたい。はい、じゃあ早速クラウドから使っていきまーす。ましょう。こちら、バイーン。アンチダメージウォール、魔人キラー、そしてゲージでアンチ魔法陣ついております。で、友情コンボが貫通録音衝撃波6。あ、いいやつとなっております。かなり威力高いやつですね。アンチ魔法陣だということなので、ちょっとなんか言っちゃうか。そうだ、それだけです。こんな感じ。素晴らしい。自由気ままに。そうですね、いけますよ。真ん中気にせず、はい、友情コンボいきたいと思います。はい、魔人キラーが乗るはずなので。おお、貫通して、うん、奥の近松門左衛門行きましたね。行きましたね。あ、魔人キラーか。しかもここだったら全て見せれるんじゃないですか。え、魔法陣のアンチダメージウォールの、そして魔人キラー。本当、いける？入っていける？これ行きましょう、行きましょう。えい、惜しい。行って行って。おっしゃー、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいダメージですね。動き回りやすい。そしてキラー、うん、いいですね。いいですね。これはブッ刺さるんじゃないですか。ブッ刺さるかな。えい、おいしゃおいしゃおいしゃ。110万。素晴らしいダメージ。では6本衝撃波を、はい、どうぞ。刺され、おいしゃ。いいですね、出し切りました。はい、いいダメージ。弱点ぶっ刺さったらもっとすごそうだよね。そうですね、うん、確かに3本がちょうど手元に来るとよりいくんじゃないですか。刺してみたい。では、はい、今度こそ友情。うわー、弱点めっちゃ刺さったんちゃう。素晴らしいダメージ。友情で結構削りましたよ。攻撃型なんでね。なるほど。で、アジンキラー、さらに乗って、さらに乗ってまいります。素晴らしい。はい、はい、ストライクショット行こうと思います。お願いします。触れた最初の敵に、うん、超級武神破山で攻撃。あの技ですね。なんだそれは。あの技がモンストで見られるとは。悪く思うな。おおおおおかっこよすぎて目がチカチカしたんだけど。え、究極にかっこいいね。めちゃめちゃかっこいい。もう一回見たい。もう一回見たいですね。もう一回見ます。ダメージとか全然見てなかった。全然見てなかった。もう一回見ましょう。もう一回見ましょう。悪く思うな。ビシビシ、めっちゃ弱点切り裂いて、ここで124万プラス、うわ何これ230万。これ何最後の。いやいやいや、すごいダメージ。やばいな。めちゃめちゃいいダメージ出ますねこれ。これは、自分の残り HP が多ければ多いほど大きいダメージを与えられるようなストライクショットになっております。はい、いや演出めっちゃかっこいいな。めちゃめちゃかっこいいですね。いや、めちゃめちゃかっこいい。締めにしたいな。締めにしたい。最後にしたい。最後にしたい。気持ちよく終わりたい、これで。はい、はい、というようなストライクショットでございました。はい、では、ステータス見ていきましょう。見ていきましょう。はい、ステータスはこちらでございます。こちらでございます。はい、今言ったクエストは、はい、近松門左衛門でございました。近松門左衛門行きました。近松門左衛門行きました。行きました。ちゃんと行きました。はい、アンザメも良かったし、そうですね、ボスもアジンだったし、うん、魔法陣も出てたと。はい、完璧でした。完璧ですね。はい、はい、という感じで、はい、他行けそうなクエスト、他は、まあ、クラウド自体が闇属性なので、うん、光属性のダメージウォール、うん、でアジンだったら、うん、カバレッタとか。おー、カバレッタ、そっか。はい、いけるかなと思います。はい、あとファインもね、
アジンキラーが乗るので同じようにパインもね、はい、光属性で光属性でいけるかなと思います、うん、はい。あとはあとはダメージウォールの光属性だったら、うんうん、ジャックだったり、うん、あとマリーダも同じダメージウォールの性質ということで、はい、いけるのではなと思います。はい、じゃあポイントは、ポイントはこちら、じゃん、じゃん、砲撃型の友情コンボ、そしてかっこいい SS。 いやマジかっこよかったよね。いやマジでかっこいい、東急武人肌、はい、めっちゃかっこいい。いやあれ、元の作品と似てるんだよね、うん、そうですね、うん、比べていただいて、はい、モンストの世界ではこうなるんだと、うん、最後の一撃でなんかもう100万ぐらいいったよね。めちゃめちゃかっこよかったっす、うん、いいですね。これもね、はい、まあ、HP、自分の HP に応じて威力が変わるということなので、うん、はい、打ち時も皆さん、そうですね、はい、あるのでぜひ使ってください。ぜひ使ってみてください。はい、はい、じゃあ続いて、はい、レア4号の番、はい、見ていきましょう。見ていきましょう。はい、はい、こちらバーン、アンチダメージウォール、アンチウィンドウ、そしてゲージでアンチワープ、うん、で友情コンボがワンウェイレーザー L、 ロックオンっぽいね。ですね。しゃあ素晴らしい。じゃあとりあえず引っ張っていきたいと思います。お願いします。よいしょ、いい、いいですね。はい、よいしょ、あかん、使いやすいですね。使いやすいですね。ロックオンは、ロックオンはとりあえず当たっとけば、うん、敵に行ってくれるんでね。うん、ドイーン、ドイーン、貫通して奥の敵まで。そうですね、レーザーなんで、はい、その辺も使いやすい要因ですね。そうですね。ではね、アンチダメージウォールとアンチワープなので、うん、そっか、もうね、自由にここは動きたいと思います。両方持っている。よいしょ、怖がらずに行けます。いいね、楽です。本当に楽。ゲージでアンチワースですね、ですね、はい、ドーン、ドコン、あざます。結構弱点今貫いてたから、うん、はい、じゃあストライクショット、こちらバン、ディープハザードを放ち、うん、敵を吹っ飛ばす。お、ディープハザード、ディープハザードです。見たい、それは見たい。いきます、弱点に、いけ、蹴散らす、上がれ。おお、130万、なんかこういうやつが竜巻みたいなのが、竜巻がザコも通っていくんですね。そうですね、貫通して、うん、なんで手前にザコがいても今みたいに打つことができる。なるほど、打ちやすい、うん、130万ぐらいいってますよね。いいですね、はい、いいダメージ、というようなストライクショットでございます。はい、はい、ステータスはこちらでございます。はい、はい、先ほどは平の清盛に行きました、うん、行ってまいりました。ダメージボールもワープも出てましたね、うん、そうですね、動きやすくて、はい、よかったんじゃないでしょうか。いいと思います、はい、他行けそうなクエスト、他はワープで、うん、まあ木属性なので、水属性のコアラスとか、おー、行けるかな、う、ね、うん、思います、はいはいはい、あとルイ13世とか、うん、行きやすいんじゃないかなと。そうですね、うん、確かに良かった、そうですね、同じワープなんで、うんうんうん、いいと思います。はい、あとは、あとは挑戦すればできるかもしれないですけど、うん、アンチダメージウォールとワープなんで、うん、ドゥープにも、うん、いけなくはないのかな、うん、これ本当ですか。これ本当ですか。いやそれ今回ねやらないんで、いや、うん、挑戦してみてもいいのかなって感じではありますね。実際社内でクリアした人もいるということで、はい、いけると、はい、いうことですね、はい、はい、ではポイント、ポイントはこちら、じゃん、アンチダメージウォール、アンチワップ、そしてアンチウィンドウのトリプルアビリティということで、はい、はい、ちょっと順番があれですけどね、確かに。アンダメ、アンチウィンドウで、ゲージでアンチワップですね、はい、のトリプルアビリティと、はい、このねアビリティも汎用性高いですけど、そうです、ね、なんか全体的に友情コンボとかもロックオンワンウェイとか当てればいいよっていう感じなんで使いやすいし、そうですね、SS も20ターンであのダメージ出るんだったら、そうね、かなり使いやすいですね。130万とか出てたので、うん、雑魚敵も吹っ飛ばせるので、うん、結構場所選ばずに打てるっていうのもいいですよね、うん、いいですね、はい、はい、というような汎用性の高いバンさんでございました。以上、以上、じゃーん、
FF コラボのガチャキャラ、はい、クラウドとバンを使ってみました。はい、かっこいいね。かっこいいですね、どのキャラも。でもモンストチックにちょっとね、うん、そうですね、いい感じになってて、確かにかっこいい、欲しいですね。いいですね。はい、ぜひゲットしてみてください。はい、ではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録をお願いいたします。次はどっちの動画に行く？